どうしても行く気か。どうしてもだ。今ここで行かなくちゃ。俺はきっと後悔する。奇遇だな、私も。お前をここで通せば、一生後悔することになるだろう。いや、顔 <laughs> お互いの意見相違してんのに。なでそんな慈悲深い顔してんのふふふふ。<laughs> お互いに説得は無意味だと悟った、おい血で血を洗う戦争の始まりか <laughs> こんな綺麗な銀髪の春日が真っ赤に染まるなんて嫌だよ。ち、しゃーねーな。4対1だけど文句は言うなよ。いや、ま、正直戦力で言ったら五分五分もいいところだけどね。ふ <laughs> 名神流投手の名はだてじゃねーからな、言っとくけど。お前ら全員髪の色赤になっても知らねーからな。キャラかぶりとか文句言われても、こっち知ったこっちゃねーからな。拙者も頭数に含まれてるえ、お前この状況で何逃げようとしてんの <laughs> 女の子たちが震えた なんでオスのお前が逃げようとしてんのお前だけ茶髪がいいなみたいなのやめろよちょっとビリってくるかもしれないけど我慢してねおいおい武器はルール違反だろ <laughs> 確かにここは道場じゃないからあらゆるルールが無意味と勝すけどさスタンガン持ち出してくるのはさすがに反則じゃないですか俺は神流の構えを取った勝ちだ <laughs> おい、殺せるって。<laughs> 目の前にいる奴ら、血骨とかじゃねえからな。ひしゃげるぞ、骨が。怪我は絶対にさせないとしても、多少は痛いだろうからな。後で思いっきり謝るとしても、アメ流投手の手加減ってやつ。<laughs> やりすぎなんか心配だな。まったく、こんなことになるなんて。行くぞ学園内で暴力行為は禁止よ。お母様 <laughs> あかん、マネージャーが見とる。<laughs> 飛び出した瞬間、後ろから襟首をギュッと掴まれ首が締まった。慌てて振り返ると、そこにはおととい。別れたばかりの女性が立っていた。急いで来たつもりだったけど、なんだかすごいことになってるみたいね。いや、一昨日お前嘘ついたんだろ。絶対さすがにどんな田舎の辺境地でも急いで2日かかる。立地なわけねえだろうが、お,お母様。えー、長いな。<laughs> 知のハロウィン戦争を未遂に終わったからいいけど余計ややこしくなってないか自体が。天神大ラたちがすっとんきょうな声を上げた。理,理事長先生、なんでここにえぇ、ー、<laughs> そういうことか <laughs>。なんかある日ポロっと言ってたもんね。理事長先生がいればみたいな感じで。会社の経営だけじゃないんかい。えあの、先輩、今なんて言いましたえ理事長って。ははは。何かの間違いじゃないですかすね。 前に結婚して反隠居状態とは聞いているだが理事長を辞めたとは聞いていないぞえそうよと言ってもほとんどの業務は部下に任せきりだし名義貸しみたいなものだけどだから主人公愛の島学園に編入させたのかなんかお母様のおすすめでとか言ってたけどその伏線ここで回収されるんだね会社をいくつか経営してるのは知ってたけどこの学園の理事長えマジでそんな話初めて聞いたけどまさか本当にお母様がこの学園の理事長そうよええー な、な、なんで言ってくれなかったんですかもうセイラの話どっか行っちゃったじゃん <laughs>。 もう今頃、生徒会長を辞めて、この学園も去ることを、公衆面前で宣言して、一通り全校集会も解散の流れになりつつあるぞ。聞かれなかったからに決まってるでしょうわ圧る。<laughs> 聞かれないでしょそれ。主人公知らないんだから。次の修業式には顔を出すつもりだったから、その時、びっくりさせようと思ってたんだけど、当てが外れたわね。いや、ま、さすがに、半年も経たずして、転入から転校するとは思わないよね。自分の息子が。<laughs> スプーン早すぎだろ、お前っていうツッコミも。確信持っていたかもしれない。じゃあ、ここに転入を進めたのも。大事な息子だもの。自分の目が届くところに置いときたいって思うのは当然でしょいや、説得力だ。<laughs> お前学園内で見たことねえんだけど。何が目の届く範囲だよ。 本当に知らなかったんだな。ぶっちゃけ、ここ数年で一番サプライズな出来事だ。そんなことより、やらなきゃいけないことがあるんじゃないかしらあ、忘れていたわ。<laughs> もうもはや、みんなどうでもいいと思ってるんじゃないか説まだあるからね。そうだ、倉賀のさんが、もう手遅れだよ。<laughs> あいつは今頃学校にはいねえよ。行きましょう。さっき演説を止めてもらったから、まだ間に合うはずよ。お母様 <laughs> 手が早い。<laughs> そういう寄り道ちょいちょいしていったから、主人公の元にたどり着くのが遅かったのか。にに全員体育館に向かって走り出す <laughs> 理事長の権力強いな <laughs>。あんなジムトレーナー、ジムリーダーみたいな感じで目の前に立ち下がっていたのに、今肩を並べて走ってるもんな。マイクテストです。<laughs> 本日は晴天なり。<laughs> いや、どんなテスト <laughs> 見たことないマイクテスト披露して始めた。<laughs> おいおい、セーラルートでここまでサプライズイベント多く用意して、ルヒルート大丈夫かなんかこれ上回れる気がしないんだけど。体育館に着くと、義母は演説中だった倉ガ野さんを止めて話を始めた。皆さん、入学式と始業式以来となりますね。理事長です。義母の声が会場内に響き、突然の出来事に、場内がざわつき始める。ラガノさん、お邪魔しちゃってごめんなさいね。い、いえ。今日はかなり盛り上がっているようなので、顔を出させてもらいました。なんでお前いつもみんなのこと見てるよみたいな発言してんのふふふ。<laughs> <laughs> 主人公が動き出すことを知らなければ顔出すつもりなかったろ敬意は聞きました。でも、当事者が会長を辞めるとか言い出す前に、やることがあるんじゃないかしら何か揉め事が起こったら、選挙。それが、この学園の大原則でしょああ、そういえば全然、選挙の頭治ったわ。こんなに長らくプライマルハーツの実況をしていたのに、選挙のことが頭からすっぽり抜け落ちてるって、よっぽどセイラーとのセックスが濃かったんだな。つまり、意義を申し立てたゴミオくん、責任を追求されたクラガノさん、どっちを支持するか決めるということ。 いやでもこの選挙は、ゆずきルートの2番戦士だからさ <laughs>。<laughs> もうなんかもういいかなって感じなんじゃないプライマラツの制作会社であるマーマレードさんがあったしても。確かに。そう言われてしまったら、僕も何も言い返せない。お前、半ラガの肌もなせば。<laughs> <laughs> おい、勝ち戦も勝ち戦じゃねえか。何ここまでの不石は。全部すっとんだんだけど。その通り、学園では規則より何より、選挙の結果が優先されるのだから。ま、確かに思えば、選挙の結果次第で規則とかコロコロ変わる学校だったもんね。なんで今までここに気づかなかったんだろう。何が正しいのか、正しくないのか、何を許すのか、許さないのか。 なんかないのかみんな生徒たちが決めるそれがこの愛の島学園なのよそうだよな選挙で決めればいいんだあみんな忘れていたね <laughs> 俺は愚か登場人物の誰からも声が上がれなかったところから見るに誰も選挙の頭してなかったねちょっと理事長の思い描く生徒像からかけ離れていたなここ数日間そもそも恋愛禁止なんて大昔のルールで会長が辞めるっていうのがおかしな話なのよイボの発言で風向きが変わったのを肌で感じた理事長だからというわけじゃないそんなツルの一声でどうにかなる生徒たちじゃないか からそうだった愛の島は何でも選挙で決める学園だったこれはマーマーレードさんの目立たないテクニックが駆使されてる気がするな <laughs> ここまで選挙に頭が行かなかったのは何かマジックをかけられていたに違いない愛の島学園の根底にあるものそれが選挙制度選ぶのは自分たちなのだあっという間に会場に賛同の声が広まっていくその間違いを正すのも選挙ってことだろうだよね会長だって女の子なんだし自由に恋愛する権利はあると思うもんもう選挙しなくてもわかるからいいか <laughs> 価値覚じゃねえかこれはむしろ会長がいなくなっ たら困る五 <laughs> 名会長は不適任だっていう発言までもらっちゃったよ <laughs> これ肩身狭くなるの副会長じゃん圧倒的に天道会会長それでいいかしらもちろんだ天道会は月下会会長の恋愛を容認するかどうかの選挙を行うことを提案する月下会会長ははいこの件は選挙の判断に任せたいと思いますお前さっきまでやめたがってたくせに <laughs> 理事長パワー強いな、さすがに。わ <laughs> かったわ。でも、理事長がこのまま話を進めるのも問題だし、ここからは、あなたから、生徒のみんなに話してちょうだい。あ、これからは、セイラの演説力とカリスマ力にかかってるね。まあ、こればっかりは主人公を含め、俺も何も不安な要素がないから、トントン拍子に行きそうだけど、はい。イボからマイクを受け取ると、クラガノさんが、再び壇上の正面に立った。この度は、私が原因で皆さんに混乱を引き起こしてしまい、申し訳ありませんでした。ま、原因つったらあれだけどね。<laughs> 元々で言えばゴミを受けた それを踏まえ、月下会会長である私、倉ガナセラが恋愛をして良いのかどうかを決める選挙を提案させていただきます。もうこれ、プライマルハーツ知らない人から見たら、どんな選挙やって感じなんだろうな。<laughs> 勝手にすればいいじゃん、恋愛なんてっていう意見が多数上がりそうだな。もちろん、規則は規則ですから、反対票が上回った場合は、潔く責任を取って、会長職を辞任、退学いたします。ですが、私が勝利した暁には、月下会快則を改定し、そして、立巻き馬さんとの愛を、一生貫くことを、ここに宣言いたします。おい、ここはチャペルじゃねえんだぞ。<laughs> 何盛大にチャペってんだ、お前。しかもさりげなく主人公を浮気できないように釘刺してきたし、会場から割れんばかりの大きな拍手が起こる。いいぞー あれってプロポーズってこと？素敵よねー。いや、誰でもできるプロポーズじゃないっていうのがすごいよね <laughs>。<laughs> このプロポーズしたいやつは、まずは生徒会長の座につかなきゃいけないもんな。もう初期ハードルから高すぎだよな。あんなこと言われたら、断然応援するしかないよなあ、よかった。逆張りオタクが少なくて <laughs>。たまにいるんだよな。少数派の意見がかっこいいと思ってるやつ体育館は、震えんばかりの大歓声に包まれていた。みんな、倉賀ノさんのことが好きなんだ。天神ダラたちもそうだし、普段は敵対している。天道の人たちもそうだ。そりゃ、嫉妬などはまだあるだろうけど、みんなおおね応援してくれている。ほら、やっぱり、ぼっちなんかじゃなかった。こんなにもみんなから、支持されてる。<laughs> ぼっちいじりまだ続いてたんだ <laughs>。<laughs> <laughs> もうそこまで気にしてないよ、セーラーも。なんなら彼氏がいれば、ぼっちでもいいやっていうタイプだぞ。今のセーラーは、心が震えてくる。愛の島に転入してきて、こんなみんなに囲まれて、生活できたことに喜びしかない。こうして月下館の会長が、辞任を発表するという、一大センセーショナルな、臨時集会は幕を閉じた。集会も終わり、生徒たちは解散となった。あ、この様子で言うとまだ選挙はしてないって感じなのかなそれとも選挙し終わって、大々的に、大手を振って、カップルになれたさっきとは打って変わって、静かになった体育館に残ったのは、五名以外のいつものメンバー、それに義務を加えた形となっている。あ、ついにハブられたか、明確に。 <laughs> あいつかわいそうだな。親が勝手に暴走したせいで自分がコミュニティから除外されんの <laughs>。選挙は来週頭ということでいいな。あ、やっぱまた選挙は保留なんだ。まあ、時間の問題だけどね。あの寄席言うと。天道 会がお付き合いに賛成で月下が反対ということになるのかしらあそういう感じなのか <laughs> 絶対に生徒会は対立しないといけないのかそういえば月下が反対つってるけど反対してんの副会長一人だけだからだ <laughs> なんかいまいちあいつが月下会代表として反対派勢力になるのいささか不本意なんだけどそれは逆じゃないですか倉賀野さんは月下の会長なんですしいやそうなるとさらにややこしいのよ <laughs> だとしたらその月下会の副会長がなんで反対派の意見も 持ってるって感じになるじゃんなんだことすんやプライマルハーツ